ディア・ミルザは、インドの女優であり、モデルである。イキナは、ディア・ハントリッヒ・インド南東部にある、アー・アンドラ・プラデーシュ州の州都であり、IT 都市である、ハイデラ・バードにおいて、父親は、ドイツのバイエルン州出身のデザイナーであるフランク・ハントリッヒ、母親は、ベンガル人の間にて生誕した。両親は、幼少期の時に離婚し、ドイツ人の父親は、9歳の時に死亡した。 母親は後にイスラム教徒の男性であるアフマドミルザと再婚した。義理の父親はムスリムであったが、ディアはムスリマではなくヒンドゥー教徒であった。地元ハイデラバードにある高校を卒業後、アーンドラプラデーシュオープン大学に入学して学位を取得した。彼女の美貌は街中で都に知られており、10代の頃よりモデルとしてテレビや雑誌などの場において、 数多くのブランドの広告等を務めた。やがて美のコンテストに参加しないかと声をかけられたことにより2000年度のミスインディアンコンテストに参加した。彼女は2000年度のミスインディアンにおいては3位に選ばれた。その後ミルザは2000年度のミスアジア太平洋コンテストに参加。ミルザは見事に優勝した。2001年、ミルザはボリウッド映画である レイハーナハイテールディルマインでデビューした。ミルザは2002年にレイハーナハイテールディルマインによりスクリーンウィークリーアワードとジーシネアワードにノミネートされた。ありがとうございます。